ハンガリー、ブダペストで日本食材を調達からの、久々に腕を振るって日本食を作りました。それではゆるっと Vlog スタート。シアストーク。というわけで今日私が来たのが Taste the World という、まあ分かりやすい名前の、その名の通りたくさんの世界各国の食材を取り扱っているマーケットです。ここはね、まあ、すごい大きいあのマーケットなんですけど、ブダペスト中央市場の真裏にあります。すごい分かりやすいいい場所にあるので、まあすでにブダペスト在住の方には、あここねっておなじみかもしれないですけど、9月からこっちの大学に留学生で来ますとか、新学期からブダペストに来て不安ですっていう方多いかもしれないんですけど、ここは楽しいのでぜひ一回来てみてください。ここはね、見ての通りスパイスゾーンです。なんか試験管みたいなのにスパイスが入ってて見てて楽しいですよね。本当はねカレーも作りたいんだけど、たまにカレーも作るんですけど、今日はあくまで日本の調味料を買いに来たので、こちらは流し見程度でいきます。こっちはイタリアンコーナーかな。パスタの種類もねめちゃくちゃ多いんです。ちょっと変わったパスタとか手に入れることができます。うどん650フォリント、ラーメン690フォリント。なるほど。ざるそばもある。ざるそばね、いいね。2150フォリントか。乾麺のざるそばで2150フォリントか。そして今日私が買いに来たものの一つが寿司ライス。何のことか皆さんお分かりですよね。日本米です。寿司ライスって言うんだってこっちに来て初めて知りました。もうね、全部に寿司ライスって書いてあります。ジャパニーズライスでいいと思うんだけどなって思ってたんですけど、これね裏の表記を見て気づいたんですけど、日本国産米ということではなくて、ちょっとこの裏を見てみましょう。あ、見て見て、ここにねオラソールサーグって書いてあるんですよ。オラソールサーグはイタリア産なんです。結構どれもね後ろがねイタリア産だったんでねびっくりしました。人気ナンバーワンってほんまかいな。このね秋田小町、あいいやんって思って値段聞いたら1万1000ホリント超えでした。日本のインスタントヌードルは味噌ラーメンぐらいですね。あとはタイとか韓国のインスタントヌードルばっかりです。この辺に来るとね日本と韓国の調味料がバババババって増えて、醤油とか照り焼きソースとか、あと中濃ソース、とんかつソースとか、海苔、わさび、あとはなんだろう、あ瓶詰めのガリとかも売ってました。海藻系もね売ってるんですけどね、値段が高くて手が出せない。焼き海苔も2000ホリントぐらいしますね。まあ、決して安くはないけど、あちょっと桃屋のラー油はちょっと悩んだんですけど3790ホリントもしたので撤退。いやキッコーマンが席巻していますね。海外のマーケットはどこもこんな感じなのかしら。若干山さの商品なんかもあったりしながら、出汁はね意外と私結構持ってるんでね、この辺はスルーで、あと味噌、実はおばがね日本の食材を送ってあげるよって言ってくれて、
味噌をねお願いしたんですけど、味噌が熱すぎて箱の中で爆発しちゃったらしくて、ちょっとここで買いました。はい、今日買ったものはこれとプラス味噌です。1万3000フォリントくらいしましたね、全部で。5000円超えです。普通に6000円くらいかな。そう思うと高いよねまあしょうがない、大事に使います。もうね、米炊くのも失敗したくなさすぎて、もう計量カップもないからね、ちょっとヒヤヒヤしながら炊いています。私の炊き方は至って簡単でですね、もう適当な量の、お米を鍋に入れて、鍋の中で洗って、洗ったお米に中指を突っ込んでこう米の表面を慣らす感じですね。慣らして平らにしたところで中指を突っ込んで第一関節まで水を入れて、それで、しばらくつけておいてから炊きます。あ、こんな感じでいつもやっております。昨日の味噌汁の残りもあるので、今日ちょうどいいですね。定食になるぞ。30分くらいつけておいたので、ここで火を入れていきます。沸騰してから弱火にして15分タイマーをかけて、15分経ったら火を止めて、蓋をしたまま15分蒸らしの時間をとって、お米は炊けます。はい、今日の主役は豚肉、これも今日買ってきました。いやー、ごちそうになるぞ。なかなか時間はかかると思いますが、頑張ります。もう皆さん何を作っているかお分かりとは思いますが、とんかつからのカツ丼いきます。わー、初めて。私日本でもこんなめんどくさい料理自分で作ることほとんどなくて、いや多分一度か二度作ったことがあるかないかだと思うんですけど、まあね、ぜひともこっちのハンガリーの人たちに味見をしていただいてですね、日本食が一体どんなものなのか、日本食の素晴らしさを少しでも伝えられるように、全力で頑張りたいと思います。こんなのカツ丼じゃないよっていうものをね、海外の人に食べさせるわけにはいかないという一心で、美味しくなるように作っていきたいと思います。すでにね、この豚肉には塩で下ごしらえしてるんですけど、多分私思ったんですけど、なんか包丁で多分刃を入れた方が良かったですよね、お肉を叩くとか。これはね、油の身がついてないので、なんかもういっかって始めちゃったんですけど、これ絶対叩いた方が美味しかったなって後で思いました。まあ、めんどくさいからいっか。いやー、揚げ物なんてめったにしないし、こっち来てから唐揚げとかはしたけどね、あんまりね、カツ系はねやってこなかったですね。そうで、こっちでパン粉わざわざ今日マーケットで買ったんですけど、実は私ハンガリーのパン粉も持ってて、ハンガリーのパン粉ってめちゃくちゃキメが細かいんですよ。それでもいいかなって、多分いいと思うんです、味は多分そんな変わんないし。だけどね、ちょっとやっぱりこの粗めのパン粉って多分油の吸い方が違うと思うんですね。それが食べたいなと思って、ついつい買ってしまいました。そこまで高くなかったのに400円くらいだったんで、まあね、パン粉ってめちゃくちゃスーパーで、日本のスーパーで買うと安いもんだけど、ちょっと奮発して買っちゃいました。このね、ザクザクっと上がる感じが欲しくてですね。
たまのとんかつなんだからいいでしょう。店で食べるわけでもないし、家でね手間かけて作るんですから。昨日作った味噌汁もね美味しくできたんですよ。もうなんて言ったってね材料がいいんです。もう私は前日本にいた時に勤めていたアルバイト先で、社長さんと社長さんの奥さんが私に選別としてかやのやのお出汁をプレゼントしてくださいましてですね、もうそちらを高級なお出汁を使っておりますし、お味噌はもう、私がかつて住んでいたしまなみ海道の島からちょっと離れた飛島海道の岡村島という小さな島でですね、おばあちゃんたちが一生懸命作っているとっても美味しくて甘口な味噌を使っておりますので、もう最高に美味しいお味噌汁となっております。はい、そんなわけでとんかつが揚がりました。こっからねつゆをね用意していきます。あれってなんて言うんですかね、つゆじゃないよね、カツ丼のタレわかんない、なんて言うんだ。とりあえず玉ねぎを切りましてですね、まあ、ここまで来たら失敗したくないですよね。こんなね朝から買い物に行って高い食材を買って、とんかつを揚げましてですね、ここで失敗はできないというところまで来ております。調味料も一応ねレシピは見ているんですけど、こんなに大量に作る人向けのレシピってなかなかないので、ちょっとだいぶ適当です。プラス私日本酒を買ってないんですよ。日本酒いるってなんかやっぱ思いません？3000フォリントとか、まあ1000円以上ちっちゃいボトルで日本酒の一番安いスーパーのやつが1000円以上で売ってたってなったら、もうなんかみりんは必要な感じするじゃないですか、甘辛味を作るのに。でもなんかもういらなくねって省いちゃってるんで、酒がまず入ってないっていうのもちょっと心配で、その分ちょっとお水を多めにしたりしてるんですけど、うまくいくかどうか。タレが沸いたので玉ねぎを入れて、まあ、今週あんまり出かけられてないっていうのもあるんですけど、実は前にコメント欄でもしよかったら自炊をしている動画なんかも見たいですっていう、ご意見をいただきまして、多分コメントしてくださったのはハンガリーに来たばかりの学生さんみたいなんですけど、ね、まだ来たばっかりで多分右も左もわからない状態だし心細いしっていうので、何か、ね、日本食をこんな感じで作ってみたよとか、ハンガリーでもこんな風に作れるよっていうのを、まあ、私なりにお見せできたらなと思って今日は撮影してみました。実は9月から私以外のフラットメイトが総入れ替えをしましてですね、新しいフラットメイトが今日は私の後ろで一生懸命掃除をしてくれてるんですけど、私はね料理をして散らかす一方で大変申し訳ないです。いい感じになってきたので、ここで卵を入れていきます。あんまりあれだよね、カツ丼の卵って溶きすぎない方が美味しいよね。白身がこうある方が。まあレシピはざっくりだけど、そういうところは意識して作っております。蓋をしてちょっと待ちましょう。じゃーん、ちょうどねピンチが遊びに来たところだったので一緒にオープン。いい感じじゃないですか。こっちの卵はね信用できないので半熟感がないのが残念ですけど、さあ早速いただきましょう。いい感じにねタレがシュミシュミで美味しそうです。
しかも日本米と一緒に食べるという。ここでね、ビンチェの美味しいっていうリアクションをね、もっといっぱい取りたかったんですけど、まさかの一口目取り忘れという、はい、申し訳ありません。ただ見てもらえば分かる通り大変気に入ってくれました。なんか、なんで日本以外の国にこういう料理がないんだろう、なんでカツ丼が他の国にないんだって言ってました。確かにね、やっぱ手間がかかるからかな。でもこの揚げ物に一手間かけて美味しくするっていう甘辛料理になるという、美味しいね、やっぱ日本食って面白いです。ごちそうさまでした。余った大量のカツ丼は他のフラットメイトにお裾分けすることにしました。そして動画編集、今日の今日で動画編集して、明日の朝には上げて、日本時間の日曜日の夕方から夜に上がるように頑張って編集をしたり、あとは自分のイラストの仕事をしたりして過ごしました。今日はね、何の変哲もない私のリアル Vlog になってしまいましたが、また次回の動画も見てくだされば嬉しいです。バイバイ。ロマンチックな星空にあなたを抱きしめていたい。南風に吹かれながらシュールな夢を見ていたい。見えない自由が欲しくて、見えない銃を撃ちまくる。本当の声を聞かせておくれよ。走ってゆけ。